こんにちは、翔太です。今回は明日8月31日更新の放置少女の更新について見ていこうと思います。で、今回なんですけど、ついに、皆さん待ち遠しかったでしょう、あの戦役の、必須バフキャラが来たんで、それも後で紹介していこうと思います。まず百花美人当該がやってきます。まあ、これはちょっと正直なんでもいいんですけど、でその後栄華銀月なんですけど、力戦奮闘ってやつが来るみたいですね。多分またこれ1万円ぐらいのやつだと思うんですけど、元宝1700、1200生誕100でお得パックっていうのがもらえて、覚醒誕200か訓練書480個か強化石8000か宝石剣1000がもらえます。で、それ以外で言うとですね、運無創生が来ますね。元宝150個と、5時間高速戦闘券が1枚来るんで、まあ、こちらは毎日課金してもいいかなと思っています。で、書斎が来るんで、期間中元宝を消費して豪華報酬が獲得できます。で、これ、願い返しですね。で、まあ、3万元宝までは書斎、元宝使用したことになるので、おそらく明後日願い返しが来ると思うんで、皆さんそのタイミングで3万元宝まで、書斎、いただきましょう。で、続いてラッキースターですね。ラッキースター、今回は張飛、土光尊、装飾がやってきます。この中では、ちょっと私は、扇目当てでも取るキャラはもういないような気がしますね。レース少女の光純がやってきます。確か UR のアバターだったと思うので、まあ今回特に注目する必要はないのかなと思います。で、これですよ、これ。財宝招き。富の神が乱世に舞い降りる天の祝福、財宝招き、超孔明があなたのため、芸春の往復に参りました。ということで、このキャラなんですけど、私も使ってるんですけど、戦役では、まあ、必須と言っていいと思います。戦役必須キャラになっておりますので、戦役を頑張りたいという気持ちが少しでもある方は、もうぜひ取ってください。まあ、後でちょっと性能見ますけど、もうここの段階でぜひ取ってくださいと、私は声を大にして言いたいです。で、続いて新キャラで狂乱の鬼ってやつが来ますね。今から知名度を上げろ。老画棒ですかね。を振り回す狂乱の鬼。星熊同士でいいのかな？星熊同士と一戦することができる強者は誰？なんで誰だっけ、こんなようわからん感じになってるんですかね。まあ、UR 戦キャラクターとして新しく星熊同士というキャラがやってきます。めちゃめちゃ全身黒タイツですね。なんか最近急にまた露出度が減ってきたような気がしますね。以前の大野の小町もがっつり着込んでたんで、これからはそういう路線で行くのかもしれないです。じゃあ、ちょっと今回の更新情報はこれだけなんですけど、ちょっと財宝招き、超孔明について見ていこうと思います。はい、超孔明の画面までやってきました。で、超孔明、ちょっと性能を見ていこうと思います。で、まあ、このキャラ私多分サブ取れると思うんで取りますね。まずですね、スキル1で、残り HP パーセンテージが最も低い味方6名。まあ、多分、訓練じゃない。調教か。調教で仲間が増えた時用にこういう書き方してると思うんですけど、最も、HP が低い味方6名に自分の攻撃力 100% の HP を回復させる。回復クリティカルが一定確率で発生可能。で、同時に2ターン内で当該味方6名を祝福状態にさせ、攻撃力とクリティカル発生率 50% 増加させる。はい。はい、もうこれ来た時、本当にびっくりしたんですけど、攻撃力が上がるだけじゃなくて、クリティカル発生確率が 50% も上がるっていう、とんでもないぶっ壊れバフです。ただ、このバフ、唯一無二というか、かなりの弱点を背負ってるんですけど、攻撃される時、一回、の攻撃のダメージを受けると消えます。祝福、1回でもダメージを受けてしまうと、祝福状態というか消えてしまうんですね。で、これを防ぐためには影光状態で、影光にダメージをカットしてもらうと、この祝福を保ったまま敵の攻撃を受けることができるんで、例えばですね、私使ってるの、細分機なんですけど、細分機のスキル1で、影光状態を味方全体に付与させてあげて、超光明の味方6名に祝福をあげることで、なるべく祝福が解除されないような工夫は、しながら使っています。で、スキル2が、
もうこれ地味に強いんですけど、敵を4回攻撃し、毎回 100% の法術ダメージを与える。で、攻撃する前、自分の知力が敵より高かった場合、100% の確率で2ターンの間、敵を破壊状態にさせ、防御力を 80% 低下させる。なんで、戦役で破壊キャラとしても使おうと思ったら使えるんですね。確実に知力、こちらの方が高くなるので、当たれば破壊状態にさせることができるので、まあ、戦役でも使おうと思ったら使えます。ただ、細分機の方がミスっても破壊にできますし、敵全体を破壊にできるんで、私はそっちを使っています。で、攻撃した後、残り HP パーセンテージが最も高い1名に総ダメージの 30% 分の防御無視ダメージを与える。これが地味にこのキャラ育てているといいダメージ入るんで、このキャラ結構攻撃面でも育てることを、まあ、おすすめしますね。スキル1で回復もできるんで、しかも回復クリティカルが出たら、このキャラ、まあ、例えば最大攻撃力100万とかにしているだけでも結構回復するので、まあ、回復キャラとしても、攻撃力育てるっていうのはおすすめになります。で、次にパッシブもすごくて、まずパッシブ1めっちゃ長いですよね。これ何かっていうと、自分の攻撃力が 44% 増加。で、知力がレベルかける160増加。で、主将同化獲得が 20% 増加。これもう戦役のためにあるようなもんなんですね。戦役で同化獲得が 20% 増加するオーラです、これ。主将オーラっていうのが、一部あるんですけど、これ、同化オーラになります。で、私も同化すっからかんなんで、このオーラもうめちゃめちゃ重宝してます。で、続いて、パッシブスキル2なんですけど、最大 HP が 44% 増加、防御力がレベルかける180増加っていうところで、防御力レベルかける180増加、このキャラ防止なんですけど、これで、かなり耐久面も強めの防止になっています。で、さらにパッシブ3で体力値もレベルかける200増加するので、結構防御面硬いですね。で、法術防御貫通がレベルかける10、これ攻撃的なパッシブになるんですけど、レベルかける10の貫通の、パッシブなんで、かなり、法術防御貫通の中では優秀なパッシブになっています。で、続いて武器になるんですけど、防御貫通が900ついてて、攻撃力 18%。で、知力がレベルかける250なんですね。で、これ、皆さん気づきましたかね？知力これ、普通のパッシブでも160ついていて、武器でも250ついてる。つまり、レベルかける410も知力上がっちゃうんで、普通にこのキャラ知力高くなるんで、破壊状態かなりさせやすいです。このキャラ育ててるだけで、まあ、スキル2で破壊っていうのはほぼほぼ確実に与えていけるようになります。しかも防御貫通もついているんで、まず、法術防御貫通はパッシブで。で、武器で防御貫通。もう、上げれるんで、かなり攻撃、攻守ともに結構優れてるんですね、よくよく見ると。なんで、ただのバフキャラじゃなくて、回復もできて、バフもできて、ダメージ、破壊も与えれて、防御無視も与えれる。かなり、器用貧乏じゃないな、まあ、かなり優秀なキャラになっているんで、単純にこのキャラ、取ることをシンプルにおすすめしますね。で、私も多分、今、サブアカではこのキャラまだ持ってないので、この前、コキビを、なんか安くなっていたので、コキビを取ったんですけど、今回は、超孔明、取っていこうかなと思っています。今回の更新情報はここまでにします。これからも、放置少女の動画をどんどん上げていくので、もしよければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。